フィレンツェ・サンタ・マリア・ノベッラ駅も機体2つ先のフィレンツェ・カステロ駅から分岐する形で開業し、当駅に乗り入れている。1932年にジョバンニ・ミケルッチとイタロ・マンベリーにを含む建築家集団として知られるグルッポ・トスカーノのメンバーが設計を行っている。グルッポ・トスカーノはメインとなる駅正面の建物にのみ関わっており、プラットホーム、ベンチその他のものはすべて 通信省の建築家、アンジョロ・マッツ・オーニーが設計を行っておりプロジェクトの一部ではなかった。1932年から1934年にかけて建築された。建物の設計では上から見られるものとしてベニート・ムッソリーニのファシズム運動の象徴であるファスケスをもとにしている。建物はイタリアのモダニズムの重要な作品のうちの一つでもある。 駅の設計コンペは大きな論争となったが、クルッポトスカーノのプロジェクトのムシソリーニの承認は現代性が公式に受け入れられ歓迎された。新駅舎は老朽化したレオポルダ駅に代わり中心部の玄関口として機能するように設計され、現代的な建物は付近にあるサンタマリアノベラ教会のゴシック建築とは対象を成すことを意図していた。 ヨーロッパのターミナル駅ではしばしば見られる、東端式ホームを採用している。ユーロスター、イタリアなど当駅を経由して、ローマナポリ方面とミラノベネツィア方面を結ぶ列車は、そのホーム構造のため、当駅で折り返しを行う。ユーロスター、イタリアやインターシティなど、中長距離を結ぶ一部の列車では、 折り返しの手間を省くため SMN 駅を経由せずに、その北方にある短絡線を経由し、代わりとして、当駅の北に位置するフィレンツェ・リフレディ駅か、街の東方にあるフィレンツェ・カンポニマルテ駅に停車するものがある。上述したように、高速新線を経由するユーロスター、イタリア・アルタベロチタの中には当駅で折り返しをする列車が現在存在するが、それによる、 所要時間のロスを省くべく、駅の北方 1km のところにある車両庫を改造して、高速列車専用駅のフィレンツェベルフィオレ駅を建設する工事が現在進捗しており、ユーロスター AV などは近く SMN 駅に代わって、そちらを発着駅とする予定となっている。コンコースは特徴的な天窓で覆われ、光が差し込んでいる。8番線近くには、 第二次世界大戦中にイタリアを占領下に置いたドイツによりヨーロッパ各地に設けた強制収容所へ列車に乗せられ送られたユダヤ人の追悼額がある。ありがとうございます。